あ、どうも。どうしましょう。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、何から話していきましょうか。もう今録音してるんで、そうですね、はい、まったり、ゆっくり話しましょう。まったりと。はい。了解いたしました。いや、企画がですね、はい。ちょっと2点3点いたしまして、はい。壮大な方の企画になりましてですね、はい。もともと、高橋義さんに、言ってた、日本じゃない、琵琶湖、1ヶ月、はい、それがですね、エスカレートにエスカレートを重ねまして、はい、日本一周してくるという、なるほど、ぶっ飛んだ企画に、変わられたってことですね。変わられたですね。いや、変わったというよりもですね、ええ、一番最後にそれします。あ、琵琶湖をね。琵琶湖、そうです。それはそれで、もちろん60釣れるまで帰れませんという旅は旅なんですけども、琵琶湖を最初に行って、あれ、1ヶ月終わってからまた旅に出るみたいな、はい。段取りになるだろうっていう話になったんですよ。はい。自社で会議を重ねまして、ええ、それやったらもうさっきぐるっと日本一周回って、はい、パワーアップして一番最後に60釣れるまで帰れませんで琵琶湖に、なるほど、舞い戻ろうかなという、山本さんとしては期間はその日本一周はどのぐらいの何日ぐらいでやられますか。1年。あ、1年、長い。ということ、分かんないですよ。あ、ということは1年間も帰ってこないってことですか。そうなんですよ。全く。ほー、まあまあいいですね。それは行かれてるでしょ。いや、まあただそれをやりきって。そうなんですよ。いや、それをやりきれないと。そうですよ。この先ないなというか、これぐらいやらんと、やっぱり、はい、やっぱでも1年間バッスリ旅っていうのはなかなか多分過去やった人いないんで。そうですよね。で、僕らのちょっと動画でもちょっと言ったんですけど、はい、マルコスさんを、はい、ちょっと企画を真似させていただいて、はい、まあ、ブラックバス釣らないと次の県に行けないっていうのはもちろんなんですけども、うん、もともと漁神さんが、はい、とお話ししてた自給自足っていうところも、はい、やっぱりピックアップしたいんで。なるほど。自給自足で一日何かを食べる、まあ何でもいいんですけど、ええ、まあ、海がない県もあるんで、捕らえる、もしくは釣る、何でもいいんですけど、何かそれで食べたい、食べるの一つ。まあ、ヘビ食べ。もちろんブラックソース、もちろんブラックソースに、この二つを一つの件で成立させて、はい。で、人の件はクリアみたいな。やっぱヘビを食べないとダメですよね。そうですね。ヘビですか。捕まえる心からやばいですね、それ。まあまあ、ただ、結構頑張ってる、やられてる YouTuber の方ってヘビとかも食べちゃってますもんね。いやー、ヘビ食べれるんすか。ヘビめちゃ美味しいですよ。え、その あれは多分、要するに、まあ、マムシとかは絶対やめた方がいいと思うんですけど、危ないんで。はいはいはい、青大将とか、なんかだから青大将とかシマヘビとかだったらググって調べてもらったら分かるから、あれは動画的には伸びると思いますけどね。なるほどね。蛇を丸かじりしてるサムネで。やばいっす。調理は入れてはるんですよね。蛇と戦ってる人たちは。火通さんとまずいんじゃないですか、寄生虫とかおったら。そらそうですよね。火通したらうまい。僕も昔食べたことあって、美味しかったですよ。なんか鶏肉みたいな味で。へえ。なるほどね。蛇ね。わかりました。ヘビはどこかで見つけ次第戦ってみますわ。はい、ヘビも食べて、どこかの県はヘビを食べなければならないっていう。
蛇が有名な県があれば、だ多分時期的にはでももう 10月寒くなってくるからなかなか出てこないですよね。そうですよね。今ギリギリですよね。そうですよね。蛇かどうやって捕獲すんのやろ。ハンドランディングはやばいですよね。いや、みんなハンドランディングですか。要するにあの毒蛇以外はハンドランディングじゃないですか。まあ噛まれるのが痛いだけですもんね、毒がなかったら。あの毒蛇はやばいんですけど、そうですね。なるほどな、はい、いや戦いますわ。やってください。いやもう巨神さんにはもう僕はもう、はい、なんてお礼を言ったらいいのかっていう。いや僕はあのただ自分も楽しいし、あの、はい、あのまあこれでもしねあの100万人になったらいいなと思っていやあのどうあれね、はい、そのきっかけにはめちゃくちゃなったんで、あ頑張ってやろうって言うんですよね。その、はい、そうですね、頑張ってはやってたんですけど、やっぱりなんか僕ら的にも、毎日その動画を上げてるだけというか、はい、なんか作業になってたんですよね。そうなんですよね。なんか上げなきゃで上げちゃうみたいな。そうなんですよ。うん。で、なんかほんまに、いや、いいターニングポイントというか、僕のもうこれ勝手なアドバイスなんで、あの取り入れてもらったらあれですけど、はい、多分ねやっぱりバス釣りだけだとほんと厳しいんですよね、うん、だから正直動画の 半分はバス釣り以外にしちゃった方が、そうですね、もう一なので企画系の YouTuber の方が絶対伸びると思うんで、かなり海もチャレンジしていこうと思ってて。そうですよね。でもちろん、軽自動車で行くんですよ。はい、軽自動車で2人で行くんですよ、はい、ソプラノさんとはい、まあ寝るところは車内になってくるんですけども、ええ、まあアウトドアを取り入れて、はい、まあ外で寝ようかと。あなるほどなるほど。そういうところもお届けできたらいいなっていうふうに考えてるんですけど。そうですね。そこら多分その僕多分その軽自動車の中での生活の方が、そこにスポットを当てながらの釣りもっていうのが多分伸びるんでしょうね、おそらく。そうですよね、それでヘビも食べながら、ヘビもも, うでもちろんその自分たちの好きなバスも釣りながら、釣りもちろん戦いながらっていうところですよね、こうなると編集作業も大変になってくるんで。そうですね、パソコンはもう2台持っていきます、どういう編集がいいのかなと思いますけどね、こう戦略会議。そうですね、今回あの戦略会議ラジオなんでね、はい、うん、あどうぞどうぞ、ライブ配信もこうやりながらやったほうがいいですよね。的にはこうライブ配信、この前もちょっと、あのいろんな方にアドバイスいただいて、はいはい、なんかライブ配信で今ここにいるんやけど、なんかこう、その土地の情報を、はい、ライブでかき集めながら、はい、でそこの土地の人とも絡みながら、いいですよね、いろんなところに YouTuber さん、はい、散らばってると思うんで、はい、でそういう方とコラボしながら、さらに僕はね、あのクラウドファンディングもやった方がいいと思うんですよ。あ、クラウドファンディング、クラウドファンディングで、まあこれお金集まるかどうか分かんないですけど、ね、そうですね、結局でも1年間かけて日本中のバスを全部釣り切って、で最後に琵琶湖で六丸を釣って、その若者に夢を与えたいっていうので、これ通るネタだと思うんですよね、確実に。ただクラウドファンディングってやっぱ注目集めてないと、やっぱ大多数の人が見て共感してお金をくれるんで、確かあれなんか釣りのね、川村コートラさんとか、そうですね、なんかね、立ち出すもんね、メーカーを。そうですよね、そういうルアーをお届けしたいとか、なんか目標があれば、要するにクラウドファンディングっていう時代だから、1年間日本中のバスを全部釣り切りながら、あの軽自動車で生活するということで、多分俺結構集まるんじゃないかな。どうだろう、アランって結構一回そのなんて言うんでしょう、サイトみたいなのを見たり、自分でちょっと調べたりしてみたんですけど、その結構簡単にやれるもんなんですかね、審査みたいなのが。
あ、多分かなりいるっすよね。あ、僕もやったことないけど、まあでもまあ通るんじゃないですかね。お金が集まるかどうかは多分知名度の問題になると思うんですよ。そうですね。うん。けどもう通りさえするのが別にこちらに何のあれもないですもんね。ないし、お返しはなんか確かお返しも決めなきゃいけないのかな。そうですね、お返しリターンですよね。リターンは旅の途中でいろんなものがあると思うんで、まあ、リターンはサインとか、ね、リターン言われても困りますよね。あんなそうですね。なんかその辺は多分他のやられてる方を参考にしてやるのがいいんじゃないですか。なるほどね。いや、それもちょっとチャレンジしてみます。はい、いや、ほんま、なんか、もうほんまに、なんて俺を申し上げていいんやろっていうぐらい。いやいや、いいですよ。僕はただ興味本位で適当に言ってるだけなんで。いや、もうそのなんかこの、はい、あれが火ついたっすね。あ、もういや、だから僕もね結構同じ境遇で、今後 YouTube チャンネルをいろいろ持ってるんですけど、伸ばしていかないといけない状況で、はい、結構状況は似てるんですよね。厳しいという。ああ、なるほど。はい、なるほど。なるほど。いや、ほんまにほんまになんかよくわかんないんですけど、どうなるかよくわかんないですけど。もう、結局気持ちが視聴者に伝わるかどうかの勝負じゃないですか。そうですね。その気迫っていうか、やってやるっていう思いが。いや、もう、やる気というか、もう、いや、もう一筋縄ではいかんと思うんで、うん、日本一周、この経営難の状況下で、うん、あとほぼ多分、うんうん、イメージなんですけど、はい、はい。やりたくなくったって自給自足になっていってしまうと思うんですよ。はい。そんな毎日マクドナルド行ってられへんって。あ、今だから金銭的に結構厳しい状態ですもんね。金銭的にはめちゃくちゃ厳しい状況なんで。まあこれはそうっすね。だからもうなんとか、まあクラウドファンディングと YouTube 収益で夢を与える商売。そうなんですよ。いや、もう僕らのなんていうんですか、やる気はもうマックスです。その日本一周してきてね、はい、最後その巨神さんとお話しした60釣れるまで帰れませんという企画を、はい、琵琶湖にやりに舞い戻った時、はい、舞い戻った時の、はい、もう自分たちを想像して、はい、高ぶらしてどうなってるかわかんないですけど、はい、今からは、まあ、今上げてる動画を今から1年間、10月1日から1年間やり続けて、はい、見る世界と、ええ、その日本をぐるっと回ってきて帰ってくる見る世界と、うん、別格やと思うんですよ。うん、で1年後には、ね、まあ、例えばチャンネル登録20万人とかなってたら、30万人とかなってたら、多分生活は成り立つと思うんですね、その時点で。そうです、そうです。そこ勝負ですね、もう。一応僕らの目標は、ええ、琵琶湖の釣り YouTuber さんってたくさんいると思うんですよ。はい、まあ、はい、Kさんにしかり、はい、マスゲンさんにしかり、はい、いっぱいいると思うんですけど、ええ、とりあえずはてっぺん取りたいですね。もうこれは気合しかないですね。気合しかないです。ただてっぺんの人たちもそこまで僕が頑張ってるかって言われたら、そんな命はかけてないと思うんですね。はい。なんでここはもう命がけの勝負っていうところで勝ちを狙うしかないですね、これね。そうなんですよ。万馬券っすわ。万馬券っていうか、やっぱり結局でもね、僕この頑張ったっていうのは長期で見て、僕なんか釣り YouTube めっちゃサボってたんで、釣り行かんとき半年行かないとかね。あ、そうなんですね。僕その程度の、にわかユーザーなんで、いまいちなんですけど、やっぱりそこに1年間釣りをやり続けて、しかも毎日でじゃないですか。はい。それは結構、その頑張りは伝わるんじゃないかなと思うんですけどね、視聴者の人に。いや、もう、うん。マジで生き様見せるしかないっす。そうですよ。はい。もう、死に物狂いってやつですわ。もう、マジで死に物狂い。死に物狂いですよね。うん。けど、なんか、納得はできるんですよ。はい、もしそれで1年間帰ってきたときに、はい、まあまあ結果が出なかったり、ね、なんかこう、まあ、暮らせない、はい、
状況に、はい、まあ、ママもし帰ってきたとしたら、ええ、なんか自分たち的にも、まあ、やりきったというか、ええ、燃焼はできると思うんで、はい、なんか燃焼できんままなんか失敗というかね、うん、なんか夢で終わるのは嫌なんで、うん、なんかそこは熱いなって、うん、人生マジで1回ですからね。そうなんですよ。それ日本一周をするっていうの僕結構2年前ぐらいから夢見てて、はい、あ、やりたかったんですね。もともとやりたかったんですよ、うん、いろんなところで、やっぱ僕その、うん、釣り好きなんで、はい、釣り大好きなんで、うん、多分釣りをね、小さい時からというか長くやられてる方はみんなそうやと思うんですけど、うん、やっぱこうなんか新しいところでチャレンジしたいというか、はい、なんかあそこで釣りしてみたいとか、うん、あそこのバス釣ってみたいとか、うん、でバスやりながらちょっとね、うん、海の情報もよう入ってくるんで、うん、一回青物釣ってみたいとか、うん、なんかそういう夢というかなんかロマンみたいなもんってみんな持ってると思うんですよ、うんうん、釣り長くやってたらやっぱこうエスカレートしていくと思うんで釣りって、はい、まあ、それの、まあ、頂点というか日本一周というのが、うん、日本中のブラックバス釣るとはそんな幸せないなーって、うん、思ったっすね。でもあれですね、かっけんの釣り YouTuber とはもうみんなにお願いしてコラボしまくっていやもうほんまにそうです。そしたら結構でも人脈っていうかネットワークがやりきればいけるんじゃないですか。そうなんですよ、うん、で結構僕自分のその一番自分のあの僕自身の持ってる一番のその、はい、特技というか、はい、パワーポイントってなんか人とこう、はい、繋がれることなんじゃないかなって僕思ってるんですよ。ああ山本さん結構だから誰とでもこう仲良くできるタイプで。誰とでも仲良くできます。ああへえ。なので、はい、もう今までずっとそうやって生きてきたんで、人とのつながりっていうのは、大切ですよね。かなり多い方やと思うんですよ、僕。なるほど、なるほど。普通の人よりも数倍人とつながってると僕は思ってて。ええ、なので、これから先も、そこの、そこが自分の多分ストロングやと思うんで、ええ、そこをもっとストロングに伸ばしながら、うん、やっていけば、そこのつながりっていうのはもう、まあ僕はナチュラルなんで、うん、なんかこう、なんて言うんでしょう、誰かと仲良くしようとか、そんな感覚ではないんで、うん、そこは結構自信あるなぁと、思ってるとこっすね、うん。最初の件なんですけどね。はい、はい、はいはい。最初の件が明日決まります。どうやって決めるんですか？ですね、ルーレットですね。あ、ルーレットで。ルーレットって今日ちょっと、はい、なんていうんですか、道具買ったんです、買い揃えたんですけど、はい、まあ箱の中に、うん、まあ、47都道府県書いた紙全部ぶち込んだんで、うん、その箱の中からパッて1枚引きます。うん。そこからスタートっすね。あれなんですか、山本さんの北海道も入ってるんですか？北海道も沖縄も入ってます。あ、沖縄も入ってます。なるほどなるほど。ほいで、はい、決まったところから隣の方にこうぐるーっとそうですね、隣接してる県を潰していきながら日本の、うん、国旗を塗りつぶし、日本の地図を塗りつぶしていくような、うん、あ、ほいで釣ったら移動できるってことですか？ルール的に。そういうことです。なるほどね。ほんほんほん。ブラックバス1匹と、うん、さっき言ってたその釣ったものを食べる、もしくはその捕獲したものを食べる、うん、とブラックバス釣る、この2つを成立させたらその件はクリア。なるほど。まあまあ結構ハードかもしれないですね。でも冬場結構釣れづらくなったりね。そうなんですよ。で海の
魚、何かを食べるっていうことは冬はそんなに難しくはないと思うんですよ。釣り絵があるんで、はい、海の魚は冬でも、うん、まあある程度は釣る自信あるんで、うん、難しいのはやっぱバスですよね、冬場は。ねえ、厳しいっすよね、あれ。厳しいっす。ただそこはちょっと頭使って、まあ、その県の、うん、例えば大阪でね、一匹釣ろうと思えば、釣り堀だってありますし、うん、なんだって、仕留めようと本気になれば、仕留まると思うんで、うん、その辺はちょっと臨機応変に、ここの県は、うん、まあ、例えば川口湖、有名なところがあるのであれば、そこで勝負して、この県はちょっと頑張ろうや、とか、いう時もあるやろうし、うんうん、この県はちょっとバス厳しそうやから、まあまあそういうハニースポットを探して、サクッと釣る県もあるやろうし。うん。なるほど。その辺は自分たちの、その、したいこととか、釣りたい場所とか、うん、そういう等に、うん、振って、魚と戦おうかなって、思ってますね。やっぱ楽しまんと結構多分成立せえへんと思ってるんですよ。確かに仕事だったらね。そうなんですよ。ストレスになっちゃって。そうなんですよ。なので、やっぱ魚種とかも、海で釣る魚種とかも、やっぱ自分たちの釣りたい魚種、っていうのを取り込みながら、まあ北海道だとやっぱ伊東釣りたいですし、高知やったら赤目釣りたいですし、なんかそういう感じで、もちろん自分たちの夢も乗っけながら、三大怪魚も釣り行っていくと。もちろんですね。なるほど。じゃあ北海道は伊東釣るまで帰れませんってことですか。もちろんですよ。なるほど。もちろんです。なるほど、なるほど。その県のやっぱり有名な魚種がいるのがあれば、うん、そいつと戦うのはもう間違いないですね。うん、そうですね。これじゃあ琵琶湖帰ってきて、琵琶湖オーナーマズもやったらなんかね。あれは間違いないですね。まあでも琵琶湖オーナーマズはなんか釣れそうですよね、頑張ったら。頑張ったらいけそうですけど。時期ですね。確かに。時期はある。その辺も、なんかこう、ライブ配信とかで視聴者さんに、この県、こんな魚が結構めっかえでとか、多分教えてくれると思うんで、今こんな魚めっちゃ面白いでとか、この釣りが面白いでとか、そういう情報を集めて、うわ、それめっちゃ釣ってみたいと思えば、それを一応ターゲット挙手にして、釣って、食すと。なるほど。反響はどうですか、今のとこ。いや、今のところ結構、一回それでライブ配信を入れたんですけど。あ、2時間のね。うんうん。2時間ライブ配信入れたんですけど、うん、結構なんかね、終わってから、ツイッターとか、インスタグラムとか、で、ダイレクトメッセージが飛んできて、僕、どこどこに住んでるものですと。はい。で、もし、その県に来られたら、はい、案内できますんで、ああ、釣れるポイントっていうか、いいところを。釣れるポイントとか、うん、いろんな場所を案内できますんで、とか、ぜひ、うち、宿に使ってください、とか。結構来たんで。それ結構面白いですね。その宿の状況も動画撮影 OK だったら撮って、ご飯をご馳走になったりして。そうなんですよ。もちろんそれ全部もうスクリーンショット撮ってあるんで。もうこれ1年どころか気がついたら5年越しの大もう日本中旅しながら最終琵琶湖に帰ってきて60釣れなさすぎて、はいはい、何年琵琶湖おんねんみたいなね。確かにね。そんな状況になるかもしれないですけど、まあけど、はい、まあ、釣りのレベルっていうものは多分格段に上がると思うんで、まあ、勝負になるんちゃうかなって。なるほど。いや、確かに企画としては結構良くなり、レベルアップしましたね、かなりね。かなりレベルアップしたと思いますね。琵琶湖だけにとどまらず、日本中と。そうなんです。いや、もう一番ね、その懸念したところがありましてね。その琵琶湖1ヶ月生活、はい、やり終えた後にですね、そっち系の動画にちょっとガラッと変わるじゃないですか、もみこみ TV が多分。もう旅系ですよね。そうなんですよ、うん、そっち系にガラッと多分1ヶ月で変わっちゃうと思うんですよね、でそれが終わって、はい、まあ、成功した成功せえへんかったらそれは、まあ、結果なんで仕方がないんですけども、まあ、全身脱毛が入るか入らへんかで、まあ11月1日で全身脱毛をしましたと。いやいや、あ、いきなり10月
あ、なるほどなるほどね、うん、あの その前のね未来やと、前の未来やと、うん、まあ一番最悪は11月1日に全身脱毛の動画が上がるっていうのがオチじゃないですか、うん、はい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 。でじゃあ11月2日から何するって話になったんですよ。さらに来年のですね、あの来年というかあの元々の企画、1ヶ月琵琶湖を生活した後に11月2日からまた普通の今まで通りのもみこみ TV の動画が上がってしまうんじゃないかなっていうふうに話あったんですよ、うんうん、ですぐに旅出れる準備あるっつったら、いやないと、うん、ソプランちゃんが、まあ、じゃあ、うん、そうなんですよ、次の旅の日までまた普通の動画が上がるんですよ、うん、ただ僕の毛がないっていうだけで、やっぱけど、うん、その1ヶ月で増やしたチャンネル登録数、協力してくれた人たちに見せたい動画っていうのは、それじゃないなっていう話になったんですよね。うん、やっぱりじゃあ、またすぐ、うん、すぐ出ないかんやんって、旅に、うん。求められてるものをお届けしようと思うと、うん、これはもう、いたちごっこじゃないんですけど、うん、なんかちょっとスパイラル悪いなっていうところが一番の、うん、会議で議題に上がったんですよ、うん、でソプラノさんも1ヶ月、まあ、僕が琵琶湖で生活してソプラノさんは、うん、自宅と琵琶湖を通いながら編集したり、うん、まあ、僕の身の回りのものを洗濯だってそうですし編集もそうですし、うん、やりながら、うん、行こうっていう話やったんですけど、うん、で、ソプラノさんが、こう、ちょっと面白いこと言ったんですよ。うん、まあ、日本一周行きませんかと。うん、で、僕、日本一周やったら、うん、行きたいですっていう。おー、あ、じゃあ夢があるんですね。ソプラノさんっておいくつなんですか、今。ソプラノさんは僕の4つ下なんで多分30歳とかやと思いますね。なんかまあ若いパワーがまだ残ってるっちゅうか。そうですね。やったろっていうね。うん、ほんで、うん、って、琵琶湖1ヶ月生活やったらちょっと、って感じなんですけど、日本一周やったら死に物狂いで付き合いますと、うん。なるほど。いうことを言ってくれたんで、うんうん、もうそれやったらもう絶対そっちやんって。そうですよね。じゃあ、うん、最後、うん、最後に琵琶湖を残して、ええ、回るしかないなっていう答えに至ったんですよね。うん、いや、なんか僕成功するような気がしてきましたわ、はい、話聞いてて。ほんですか、うん、だってなかなかそれを本当にやりきれば企画的、そうなんですよ、企画としては結構面白いかなと。そうなんですよ、やりきれるかやりきられへんかってところで、うん、まあ一応罰ゲームもその全身脱毛っていうのも一応用意してあるんですけど、はい、それの、まあまあ、罰ゲームっていうのは僕たちが、まあ諦めたり、うん、その、まあ自分たちから、その辞める。あ、どうしても。うん、どうしても、そう、日本一周というものを辞める。うん、まあ、一番は資金が尽きるってとこですね。なるほど、なるほど。資金が尽きたり、まあ精神が尽きるってことはないと思うんですけど、うん、はい、まあ何かしらの理由で、まあ、旅が続けられなくなったり、うん、もうちょっと限界なんで諦めますと、うん、いう時は最後、うん、大変申し訳ございませんでしたっていう動画を、まあ、うん、毛が一歩もない状態で流すという、うん、そうですね。それでどうしてもダメなことがあったとしても、まあ、1ヶ月ぐらい休んだらまたできるようになるかもしれないですからね。そうなんですよ、クラウドファンディングとかなんかお金がどっかから、そうっす、うん、ああ僕も実際やっぱり毛は守りたいな。守りたい気あるんですか。はい、あるんですよ。なるほど、なるほど。毛だけは守りたいなってとこあるんで。なので、まあまあ罰ゲームは合ってないようなものなのかもしれないんですけど、まあとりあえずは一応それは、そこの罰ゲームというものは残しながら、うん、まあ企画を進めていこうかなっていう。まあ企画の名前とか決められました？まだ、いや今のところまだ日本一周としか思ってないですけど、まあ琵琶湖を、うん、六丸鶴まで帰りません、うん、日本一周釣りの旅みたいな、うんうんうん、まあそこの琵琶湖に戻ってきて六丸を釣るっていうところは押したいと思ってるんで、うんうんうん、
なんていうんだ、多分そういう題名も重要じゃないですか、インパクト与えるために分かりやすい名前で、企画の大事ですね。何がいいんだろうね、軽自動車で、軽自動車魚釣り日本一周みたいなイメージですよね。地獄の日本一周カップラーメンとご飯、そうですそうです、ねえ、もう質素な食事で、いやもうなので、うん、とりあえず海が、うん、海のある県、はいはい、海のある県はもうとにかく、まあ、メバルガシラ、うん、アジ、うん、この辺りは多分そんなに難しい魚種じゃなくたくさん釣れると思うんで、まあ、その辺でクーラーボックスで、うん、まあ食料として、うん、保管っすよね、うん、だから結局海釣りバス釣りキャンプっていうこの3本柱ですね、結局ね、3本柱ですね、当時、あ、車中泊と、車中泊と、車中泊で、その中で、うん、さっきあの魚神さんが言ってくれたような、はい、ちょっとしたなんていうんですか、そのヘビを食べたり、うん、なんかそういうなけてものを食べるというか、なんかそのちょっとしたインパクトなる、はい、ネタをやりながら、そうです、途中で挟みながら、はい、まあ、オート企画ってやつですよね、もう完全に、うん、で、まあその辺で多分食いついてきてくれる人たちもいると思うんで、うん、もうその辺はもう自分たちの命に関わることなので、うん、食べ物っていうものは、うん、まあ、死に物狂いで食って、まあ食わんと死ぬんでねそうですね、だから僕今ちょっとさらに未来を見ちゃって、はい、で例えばそれで1年間やりきってチャンネル登録何十万人もし慣れたとして、はい、それで、まあ、1ヶ月ぐらい休養した後にですね、今度も日本一周徒歩の地獄旅と言ってこれ無理っすかいやもうエスカレートはしていくつもりですよ。いやだ多分視聴者ってどんどん辛いことを見たがるから、そうなんですよ、まあ、歩くのはしんどいにしても自転車とか、次はね一応僕らいい自転車も持ってるんですよ、うん、ああじゃあ自転車で一周も行けるわけですか。自転車もありえるですね、うん、なるほど、これ面白そうですね。まあまあきついと思うけどそうですねこれはで、なんかあの琵琶市っていう言葉よく聞きません？え、なんすかそれ。琵琶市っていう琵琶湖一周するっていう、はい、うん、聞きますね、琵琶湖一周、うん、あれをね、徒歩、チャリ、カヌーと、うん、そんなのもやりたいんですよ。なるほど、カヌーは危なくないですか。カヌーどうでしょう、結構やってる方おられるらしいんですよ。 あの1日じゃないですよ。ああ、そうかそうか。浜から浜までカヌーで行って、そこでキャンプする。で、また次の浜まで行ってキャンプする。っていうふうに回っていくっていう。なるほど。なんかそんなんも多分ですけど、その帰ってきた時のパワーがあれば、要は経済力ですよね。うん。もう自転車一周なんか多分ものすごい経済力いると思うんですよ。うん。なるほどね。自転車きついでしょうね。そうなんですよ。だから経済力さえあれば、うん、僕たちは時間っていうものは作れると思ってるんで、うん、経済力さえ手に入れることができれば、ね、もう変な話、いろんな企画できるじゃないですか。はいはい、もちろん、あの、魚神さん、あれですよ。はい、日本では留まるつもりはないです。あ、もう海外も行っちゃうってことですか。もちろん、もちろん。今度、世界一周って、ここと紛争地域に行っちゃったら大変なことになりますね、それ。いやもうネクストのゴールはとりあえず目先のゴールはやっぱ日本一周やったんで。そうですよね。じゃあ日本をやって、だから結構、だからもう企画をハードにすればハードにするほどやっぱお客さんは喜んでくれるから。そうなんですよ、絶対そうですよね。だから僕ら、山本さんすごいなと思って、もうようやらないから、僕なんか未だに顔も出さないって言ってるんですから、姿も出したくないとか言って、あと今一応ね釣りやってるんですけどね、琵琶湖で今。はいはいはい、今現段階ですか。いや今やってます、今で、今ちょっと車の中で撮影してて。あ、なるほどなるほど。言っても僕らはもう女もう2泊3日が精一杯ですよね、秋山さん。まあね、秋山さん今2泊3日が精一杯なんで僕らみんなあの家庭があるとかで2泊3日なんで1年間きついですよね。いや俺はどれだけでも付き合うけどねマジで今ね、めちゃめちゃ気合入ってるじゃないですかいや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 、僕ら本当2泊3日までなんで、まあ1年間やりきったら。2つバラしたよ。あ、バイト来た。あ、バイト来た。2匹バラしたよ。でかい。あ、1匹は多分40ぐらいじゃない。マジで、うん、ちょっと捨てて、うん、
いや、あ、まあ、すみません、すみません。なのでそれでそうなんですよ、うん、日本一周帰ってきたら世界も見えるはずなん、成立して帰ってこれたのであれば世界は見えると思ってるんで、そうですね、ま、そのためにはまずは目の前の日本一周を、日本一周を1年間皆さんの力を手に入れて、山本さんのその家族とかはもうそう賛同されてるんですか、その1年間家帰らないって。うん、それはですね、うん、あのそこも家族は目先は見てなくてですね、うん、例えばこのままね、うん、私ダラダラと YouTube やっていくと、うん、家族殺すことになるんですよ。ですよね。そうなんですよ。養えないという、養えないまま、うん、老人になっていく、うん、クソ親に、このままやったらクソ親のまま終わってしまうんで、うん、なのでもうそれでやるしかないですよね。経済、自分の家の経済が回せるのであれば、うん、とっとと行ってこいっていう。あ、なるほど。あ、まあそうですよね。だって子供さんまだちっちゃいんでしょ。3歳、3人おられる。741ですね。あ、741。これはもう稼がないといけないですね。そうなんですよ。うん、子供が高校生になるときに、うん、チャンネル登録1万8000人の YouTuber が親っていうのも嫌だと思うんで、もう生活できないです、それは。そうなんすよ、うん、これは無理なんで100万人しないとダメですよ。そうな、そうなんすよ、うん、パパ何してる人なんつったら、100万人の YouTuber って言ったらすごいね、やばいやん、お父さん、うん、やっぱそこはかなり目標にしてますね、うん、なるほど、なるほど、はい、やっぱりそこを家族、うん、幸せにしてやらんと絶対あかんと思うんで、うん、もちろんそんな、うん、それが僕の、まあ、親としてのっていうのもありますし、うん、まあ、YouTube をやり始めて、うん、まあ、会社も作って、うん、まあ、けじめというかね、うん、命かけるところかなっていう考え方ですね、うん、もう僕らはもう頑張ってくださいとしかもう言うことないですけど。頑張りますよ、本当に。いや、もうやる気るしかないですよね、結局。もうやる気るしかないです。もう早く10月1日来てくれっていう、今動画作ってるのが一番辛いんですよね。あー、なるほど。はい、あ。あの、今まで通りの、なんかね。そうです。こう普通の動画。そう、多分本当にね、僕も、俺らもそうなんだけど、もうこのままではもうバズらないんですよね。そうですね。なんか変えないと、だから僕もなんか変えてやっていこうと思って、最近ちょっと頑張ろうかななんて思いなんですけど、このままじゃダメですよね、やっぱ。いや、何か絶対、起爆剤は絶対いるっすよね。うん。そう、確かに。100万人取るっつったらものすごい努力で。だから結局100万人取ってる人たちよりも、俺努力量で勝れば、超えれると。超えれる可能性があると思うんですよ、十分。そうですね。まあ、その人たち俺も頑張れば勝てるっていう、数学的には。そうですね。多分そう、まあでも1年間やりきったら、努力量では勝ってんじゃないですかね、十分。いや、もう、うん、勝つしかないですね。努力は報われるまでやり続けるっていうふうに僕教わったんで、うん、いつか報われるんじゃなくて、報われるまでやり続けるっていう。うん、そうそう、勝つまでやんないと。そうです、そうです、そうです、うん。勝つまでやんないといけないんで。な、もう、なんならもう借金までしちゃって頑張るとかね。いや、もう、うん、成立するんやったらもう、全然ありっすね。ねえ、だから、今なんかコロナのなんとかで金が借りやすいとかいろいろあるから、うん、もうとにかく、勝つまでやるってことですね、もう。そうですね。うん。ほんで、その今言っていただいたそのコロナ？はい。というそのなんか世界情勢もあるんで、ええ、でその回るところはなんか隣接したところを絶対回らなあかんっていうわけじゃなくて、うん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 、その辺はやっぱりコンプライアンスも大事にしないとあかんと思うんで、うん、まあ、動きやすいように動こうかなっていうふうに考えてますね、うん、ああなるほど、臨機応変に、臨機応変に、そこは、うん、そこにルールを作ってしまうとちょっと、うん、もしかしたら迷惑かかる人たちもいるし、うん、自分たちもチャンネルを健全に運営したいんで、うん、なんかその辺、そこのルールはちょっとなしにして、うん、動きやすい感じで動こうかなっていう、うん、思ってますね。なるほど、なるほど。
はい、これもうすぐですからね。もう今9月の日14日だから、そうなんですよ、もう2週間ですよ早いな。予定も空いてるのがあと3日ぐらいしかないんですよ。あと全部予定が入ってるぐらい予定パンパンで、荷造りすら間に合うかっていうレベルっすね。うんもう荷造りもまあ着替えと釣り道具とまあいろいろいりますよね。だって自炊の、ね、自炊のキャンプ用品ですね。キャンプ用品、米炊く飯盒炊飯からまあいろんなものですよね。ある程度ね、僕もそういうもの好きなんで、もう買い足さないかんっていうほどのものはないんですよ。ああなるほど、持ってるんですね。大体持ってるんですよ。なのでその辺もだからなんかうまいことなってるなと思って、うん、なんか世の中というか人生というか、いやもうこれでバズるしかないですね。もうやりきってバズるしかないですね。あとはいかに楽しめる動画を作るかっていうのが、まあ、そうです。もう僕なんかもう最近はその辺が分からなくなっちゃってね。もういかに楽しめるかっすよね。そうですね、視聴者の人が、はい、だからそこら辺の、ま、動画を例えば何分にしていくかとか、はい、動画構成はどうするかとか、結構そこも重要ですよね。重要ですね。何がいいのか分かんない。いや、もうそこはね、うん、やっぱり自分らの生活を届けることになってしまうと思って、うん、やっぱ最初は手探りかなと思ってます、うん、あなるほどね、いろいろやりながら、いろいろやりながら自分たちのやってることを届けながら、うん、でもっとこういうのもんが見たいとか、うん、でたまにその企画としてなんか当たったりするもんがあると思うんですよ、はい。そういうものを自分たちでもピックアップして、うん、それめっちゃ面白かったから次の件でもやってやとかね、うん、なんかそういうのをいっぱい集めていって、うん、まあ統計っすよねやっぱり、うん、それでまあ多分ものすごい進化して帰ってこれると思うんで、僕も間違いなくこのままバス釣り動画を上げるよりはもう100倍可能性のある方向性ですよね、このまんまで。そうですよね、うん、楽しみでしかないですね、うん、いや結構なんか、はい、僕らも YouTube 始めて長いんですけど、最初ね結構バーって行ったんですけど、はい、もう結構いろんなチャンネルにごぼう抜きされて、はい、やられてるんですけど、はい、今から巻き返す、そうっす、チャンスが巻きだなっていう感じっすね、はい。もう僕が最近嫉妬してるのがもう女の子車中泊みたいなの結構人気でね。はい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 、はい、だからあれの10倍頑張らないと男の動画見てくれないから、下世話な、ね、下世話な視聴者が多いんで、可愛い女子には絶対勝てないから、ということはもう10倍頑張らなきゃいけないですよ多分ね。男の子10倍頑張るそうっすよ同じことやったらたで多分あの可愛い女の子がやると同じことやってたら多分見てくれないと思うんで、もう男でしかできひん過酷さをね、そうっすよ見せてやろうかな。僕応援してますもん、ね、ありがとうございます。あとあのヒゲは剃って剃りながら行こうかなと思って、ね、もうそれ自由にもうあの僕はあくまで何の強制権もない、まあ、その辺は臨機応変に、まあ、僕の、まあ、勝手な、いや僕もう僕の勝手なあれはもうなんか仙人みたいになってね、なんかそれ面白いかなと思ったけど、まあそうそうそう、もう仙人みたいな、ホームレスっぽい。そうなそうなんですよ、ホームレス歩けたらちょっと、あれじゃないですか、見た目がね。そうなそうなんですよ、なんかこう協力したいけどなんか、え、何この人みたいな。いや、ただあのナス D さんのあの案内を見てると、はい、もう顔真っ黒になってたりもうひげなんかも、ひげも多分伸ばしてたんじゃないかな。だから多分それが旅感は出て、もうインパクトっていう意味ではちょっと汚いですけど、もうひげがどんどん伸びてきてね、あの
15センチぐらい伸びててひげ剃っちゃいけないルールなんで、もうこういうホームレスっぽいのがあってもインパクトで覚えると思うんですよ俺は。うん、で例えば半年やってみて不評だったら剃るとか1ヶ月やってみて不評だったら剃るとか、やっぱあのナス D さんとかみたいなあの顔真っ黒って気持ち悪いけど、あれへんも強烈な、まあ、インパクトっていうか、そういう意味ではちょっと例えば1ヶ月ヒゲ伸ばしてみて反応悪かったらまあ剃るけどみたいな。僕はね初め1ヶ月ぐらいヒゲをバー伸ばしてって、このなんていうんですかね、もうパッと見のインパクト、あの人や旅、もう本当にただのヒゲが生えてるとこまた頑張ってる感も出るじゃないですか、ちょっとホームレスっぽくて。僕はまあそっちがいいのかなって、もう勝手な僕のあれですけど。まあまあそれもね途中で切り替えながら、あの臨機応変に亮太さんのやればいいと思うけど、まあ結局僕覚えてもらうっていうのは多分人間って視覚で覚えるから、パッと見た時のその人のだから。夜釣りやってますよ。夜なんで静かにね。釣れたの？何センチ？多分ね30ないですね。20。どこでどこで？ここで今、はい、あのね、誰が釣ったの？専務は？まだです。ああ、光映っとる？全然映って真っ暗。真っ暗。ちょっと待って、釣れた。一撃一投目。今俺ねもみこみ TV さんとラジオで1時間話しとったの、はい、で撮影終わってきてこれ見て、ルアーね。何使ったの？すごい。一投目。やっぱりオレンジカラーな。オレンジカラー。そっちの方がいいんだ。いや、オレンジカラーっていうか、夜釣り 3D シャット。一投目。いや。今ちょっと夜の9時半なんだけど、はい、今な、チャガイフが3バイトで1匹35ぐらいに釣れたわけね。バラしてたよ、2匹バラして1匹釣ったわけね、はい、で俺が今コバス23センチ、はい、で全部当たった？ゼロか。当たりはあったけど、とんでもないもんで、今から移動して、うん、これで港行って彦根行って、でそれでも釣れなかったらもう何個までビューンっていかないから、ね、今だからちょっとおかっぱりで、はい、結構足場がいいところでやれるとこ限られるから、はい、まあ、夜ですからね。そう、ちょっと静かに。わかりました。これ釣れるよ。さっきは花田のある50アップやったよ。ありましたね、あれはでかい。これ夜ミノーでも来るんだね。